豚のマスクから装着します。似合わなすぎる。うおお、マザー2にもありましたね、ドラゴサウルスの全身。危ない。え？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 ジャック RXY。 ご乗車ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、 R です。マザー3実況プレイ、前回の続きからやっていきたいと思います。はい、というわけで前回はまあ中庭、おそへ城の中庭から このキマイラ研究所に来たというところで終わりました。で今回はこのキマイラ研究所の中で、まあ、キーマンとなる猿が必要だということで、猿を見つけ出すんでしょうか。とりあえず話しかける。む、お前は今日から働くことになっているバイト君か。そうです。そうか、それなら入り口の東にあるミニシアターの奥から中に入れるから、そこから中に入って着替えてくれ。よろしくな。わかった。プスー、いらっしゃいませ。キマイラシアターは現在上映を中止しております。プスプス。着替えてこないとダメだね。自動販売機で売っていない特別な薬を僕が売ってあげようか。強めりん。敵強めみん。敵弱めみん。うふふ、必要であればいつでも売ってあげる。トイレの中でもセーブはします。こんなところでもセーブしておいた方がいいですよ。え？トイレの中のカエルの空は四角く狭い。セーブはダメですか。また気が向いたら声をかけてください。うん。びっくりした。お化けか。まあ、とりあえずバイトという体で着替えますか。こっから入るのかな。豚のマスクから装着します。似合わなすぎる。え、これだけ。そんなバカな。いやいや、あまりにもちょっとこれはダメでしょ。なんかいろいろあるね。あ、地図だ。キマケンマップ。うわー、広いなー。地下もあんの。3階建てなの。温泉がある。あ、ちょうどよかった。お前らバイトだろ。お前らも探せ。猿がいなくなったんだ。研究所の中に隠れているはずだ。2匹いるからな、くまなく探せよ。こんにちは。今日はもう帰ろうと思ったのに猿探しだってさ。見つけたら改造してやる。ダメです。こんにちは。ちょうどよかった。お前らバイトだろ。お前らも探せ。猿がいなくなったんだ。ああ、同じことしか言わないよね。監視カメラが動いてる。え？なんか今の人ってどっかで見たことあるな。あらー、なんだろう。何に使うかわからない道具がたくさんある。同じことしか言わない。この部屋は何なんだろうね。あ、1階。明日の階に降りたんだね。広っ。ちょっとしばらく探索をしましょう。
おお。マザー2にもありましたね。ドラゴサウルスの全身骨格。サボテンウルフの全身骨格。ダチョウゾウの全身骨格。牛ヘビの全身骨格。あれ？ジュンロ、でもまあ50の。あれ？カエルさん。セーブしておきます、じゃあ。白線になってもカエルはカエルです。川、若いドラゴンの頭蓋骨。どこかの馬の骨。ネズミの骨。人じゃん。何かのコンペのトロフィーが飾ってある。準優勝。え？興奮イノシシだ。これがダチョウゾウってやつ。牛ヘビ。コウモウータン。キノコ犬。小持ちカンガルーザメだ。ワンワンフィッシュ。ウマンチュラ。ハゲターカー。なん、あ？あれ？あ、あれって、サルサじゃない？今のってサルサだよね。ノー。ノー。危ない。ほぼメカライオン急だよ。失礼。カウンターアルバ。はい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 。毒の尻尾。カウンター。うわー、ライフアップベイト。ライフアップデータ。火を吹いた。ちょっと待って。はい。火を吹いた。回復。アイテム使おうか。干し肉。わ、いっぱいある。ヨーグルトなんて持ってたの？噛みつき攻撃だ。で、私自身もヨーグルトを食べます。はい。火を吹いた。どうしたもんでしょう。カウンターなくなっちゃった。危険だね。危険水域に達しておるね。サイダー。やばい。
やばい、リクが。危ない。火を吹くのがちょっと辛いっすな。どうしようかな。いや、カウンターだ。やばい。やばくない？もう諦めろってことじゃん。お前張り上がったな。気合いだ、 PK 気合いだ。うおっ、強え。もう PK 気合いだ。うおっ、強い。それでライフアップベータ、で、まあ、マジックタルトでも食べておきますか。毒になっちゃったじゃん。 DK 気合いだよ。毒消しとか持ってないもんね。あ、裏漢方がいっぱいあった。危険だよ、危険だよ、危険水域。 PK 気合い。やばい、毒になっちゃった。おっ、よし、ちょっと強かったね。あー、経験値がまた RXY だけからレベル上がってく。またまた、おお、粘土人。大丈夫か、かわいいバイトくん。あと残りは例の一体だけだ。例のって、例の赤くて口のでっかいあいつか。何、うーん、その一体が厄介だな。ここにいても何の解決にもならないな。とりあえず早いとこ出口を封鎖してしまおう。みんな気をつけろよ。びっくりしたね。なあ、かわいいバイトくん。実はもう一匹、さっきのやつよりもっと厄介なやつが、ここをうろついているんだが。もし猿を探す途中で赤くて口のでっかいやつを見つけたら、とにかく絶対に逃げるんだ。フラグじゃん。いいか、くれぐれも言っておくが、赤くて口のでっかいキマイラには絶対に手を出すな。いいな、忠告したからな。忠告ついでに言っておくが、カエルと話すくらいのゆとりがないとかえって危険だぞ。あ、カエルとかえってはだしゃれでもなんでもないぞ。では気をつけろよ。ありがとうございます。まあ、豚マスクたちはいいやつらなんだよ。だから上のね、指導者が悪いと、やっぱね、下は悪いことをせざるを得ないという最近の時代背景を感じましたが、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。まあ、引き続きさっきの猿たちを探索していきます。おそらく猿さたちだと思いますが。というわけで以上 R でした。ご視聴ありがとうございました。このマザー3の実況プレイプレイリストの URL が動画概要欄に貼っておりますので、1話から気になったという方はぜひそちらからご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。